えてきた。これが俺の力だ。大会6日目、全国47チームが参加して行われたこの大会もついに4校を残すのみとなった。大空翼を中心に大会3連覇を目指す前回覇者静岡代表南葛中学、チームワーク抜群キャプテン松山が引っ張る北海道代表富良野中学、地元埼玉代表、かつて明和 FC で日向たちと共に戦った選手が多く所属する明和東中学、エース日向小次郎抜きにここまで勝ち進んできた東京代表東邦学園、全国の頂点を決める戦いまであと一歩。全国中学生サッカー大会準決勝第一試合、東邦学園対明和東。準決勝後半、ついに均衡が破れる。先取点は明和東。東邦ゴール前のこぼれ球に対し、明和東の特攻スライディング部隊が発進。スライディングシュートで1点をもぎ取った。そして東邦学園の名手、ゴールキーパー若島津君。東邦学園ディフェンス、全国大会初失点だ。これで明和東が、決勝進出へ一歩リード。一方東邦学園、準決勝までチームを引っ張ってきたミッドフィルダー澤田くんが今日はここまで不調。元チームメイトの明和東の選手たちに動きが読まれており、ゲームが組み立てられません。3年連続決勝進出を狙う東邦学園、これは苦しい展開だ。こんな時キャプテンが、ヒューガさんがいてくれたら。待て、ヒューガ。この試合、お前を使うつもりはない。ベンチに座れ。これは監督命令だ。命令、命令、命令、命令。あんたはこの世で一番偉いのか。あんたの言うことは全て正しいのか。何、なぜこの試合に俺が出られない。ヒューガ、負けるな。みんな、たかが言ってんだ。お前らなら必ず逆転できる。この試合だけは俺抜きで勝つんだ。勝ってくれ、みんな。キャプテン、俺は決勝戦には必ず出る。よし、やるぞ。みんな、キャプテンの言う通り、たかが言ってんだ。そうだ、取られたら取り返せ。サッカーはそれしかないんだ。よし、キャプテンの力を借りずに勝つぞ、この試合。あっとここで試合終了の笛。2対1、東邦学園土壇場での逆転勝利。ついに目覚めた澤田くんのパスを反町くんが決め、さらになんと明和東ゴールへオーバーラップした若島津くんのシュートでゴール。これで東邦学園3年連続決勝戦進出だ。やった、やりましたよ、キャプテン。ヒューガさん、よし、よくやった。よくやってくれた、みんな。全国大会直前にキャプテンの任務を捨て勝手にチームを抜けたヒューガ、それでも選手たちはこのヒューガ小次郎を信頼している。
そう、ヒューガのいない東方なら絶対に勝てる自信があったのに。いや、やはりヒューガの力は大きかったよ。今日の試合、ベンチのヒューガのあの劇がなければうちはあのまま逃げ切れていたかもしれない。東方はやはりヒューガだよ。タケシ、絶対に優勝しろよ。頑張れよ、名和 FC の後輩。は、はい。任しますよ。明日は何としても0点に抑えろ。そうすればお前から点を取ったのは俺たちだけになるんだからな。おお、頑張るよ。名和東、さすが小さい頃キラ監督に鍛えられただけあったぜ。東方はこれまでヒューガ君がいない分、それをみんなで補って戦ってきた。そのため選手一人一人がレベルアップし、一戦ごとにチームワークも磨かれている。もし初めの試合からヒューガ君が出ていれば、みんなきっとヒューガ君を頼って試合をしたに違いない。でもいないから、いないからこそ自分たちでやらなくてはという気持ちが生まれてきたんだ。そして今、東方の選手全員、恐ろしいほど実力がついている。そしてここにヒューガ君が加わったら、今日の相手フラノ中は攻守に粘り強いチームワークを武器とする強敵だ。その中心はキャプテンの松山。彼のプレーがフラノ中の出来を左右する。つまりその松山を抑えて中盤を支配すれば、おのずとこちらのペースになる。はい。うちもチームワークでは負けていない。相手が粘るならこっち。はい。大丈夫か翼、怪我の方は。うん、足も肩も昨日より全然いい。とにかくあと2試合、体が粉々になっても俺はやるよ。翼、暑いけど今日も頑張ろうぜ。今日が今大会最大の難敵と言っていいだろう。明日のことは考えず、この一戦に全力を。はい。その難敵難活、怪我をしているとはいえ中心はやはり大空。しかし翼さえ抑えればなんとかなる。そのマーク、今日は頼むぞ松山。はい、任せてください。よし、じゃあ例によってスタミナドリンクを。マネージャー、どうした、マネージャー。あれ、マネージャー、何持ってるんだ。ええ、実はみんなにハチマキを作ってきたんです。ハチマキ。でもどのチームもハチマキなんかしてないから。どれ、見せてみろよ。へえ、全員分作ったのか。大変だったろう。そういえば藤沢は2学期からはアメリカだったよな。そうか。よし、せっかくマネージャーが作ってきてくれたんだ。今日はこれをして試合に出ようぜ。うん、賛成賛成。なんか気合入るな。うん、目立っていいじゃないか。松山くん、これ一本ずつにみんなの背番号を刺繍したの。お、ほんとだ。ありがとうなマネージャー。さあ、間もなく始まります、準決勝第2試合。北海道代表フラノ中対静岡代表南葛中の試合。
この試合、両キャプテン同士が背番号10でミッドフィルダーという取り合わせ。まずは中盤をどちらが抑えるか、これが勝負のキーポイントになるでしょう。果たして明日東邦と決勝戦を戦うのはどちらのチームになるのか。試合前から両校の激しい応援合戦は始まっています。その大声援の中、両チームイレブンが入場してきました。翼、フラノサッカーの集大成、打倒南葛、今日果たさせてもらうぜ。松山君、俺は負けないよ。あと2つ、必ず勝つ。俺は日本で負けるわけにはいかないんだ。優勝候補の南葛と東邦、ここにフラノが劣っているのは得点力だ。守りとチームワークはどこにも負けていない。だから得点力さえつけば全国制覇だって必ずできるはず。しかし俺には翼やヒューガのような天性のサッカーの才能はない。だから必死で練習してきた。才能のない奴は努力するしかないんだ。その努力必ず実らせる。勝って、松山君。翼君、怪我がひどくなりませんように。怪我をしていても容赦はしない。俺は負けないよ、松山君。このタックルは、みんなキャプテンもフォローだ。俺たちも翼に頼るだけじゃない。南葛のチーム力見せてやろうぜ。南君、それ激しいタックル。小田君、パスを回す。いけ、パス、これは通るか。翼、ここで大きくサイドチェンジ。翼くん、これは南米式のドリブルだ。ゴール前に持ち込む。これは南米式のドリブルだ。チャージが決まった。クリアでキューバを仕込みます。翼くん、ここはパスを出した。翼くん、クロスを上げた。中断を制する者が、そんな試合を制する。このタックルは中盤は支配させない。ゴールはできず防戦一方です。翼くん、ゴール前に乗るな。必殺のシュートを放った。加藤君、このシュートに反応している。翼くん、このボールを拾います。チャージが決まった。いけ、それ翼くん、これはオフサイドです。いけ、フリーキックからのリスタート。長谷くん、パスを味方に送る。若松くん、スライディングでカット。小田くん、ここで止めた。南くん、ここはパスを出した。ボールを奪った。スライディングで止めた。パスを出します。チャージが決まった。それ鋭いスライディング。松山くん、センターラインを越えて攻め込む。これは木を、これで決める。豪快なシュートだ。森崎君、このシュートに反応している。あー、弾きます。そら、体ごとぶつかっていった。それ南君、素早く横にかわす。そら、伊沢君、そんな
これが本物だ。このスライディングが決まった。くれ、これは血を張る攻撃の仕事だ。イーグルショット、マスボールからシュートを受け止めた。森崎くん、これはキャッチできない。チャージが決まった。小田くん、一旦のシュートを放った。さあ、ボールとマスの勝負。あー、弾きます。小田くん、ここから打ってきた。稲見くん、ここはパスを出した。松本くん、このパスをかけた。これで決める。これは反応しているぞ。ゴール隅に突き刺さった。松山君、鮮やかにゴールを決め、才能のない俺は努力するしかないんだ。そんな、それいけ。小田君、パスを回す。パス、これは通るか。絶妙なコントロールでトラップ。鋭いスライディング。パスが決まった。松山くん、ボールを狙うも届かない。すぎくん、素早くロボにかわす。いけ。伊沢くん、センターラインを越えて攻め込む。鋭い回転をかけてゴールを狙う。加藤くん、横に飛んだ。パントキック、どこまで運べるか。翼くん、このパスをカットします。俺のウイニングショットだ。加藤くん、このシュートに反応している。佐世子、ボールを持った。体ごとぶつかっていった。チャージが決まった。南葛、これを得点に結びつけられるか。さあ、ゴール前。リアミ君、クロスに合わせに行く。空中での激突だ。若松くん、この大一番を制する。体ごとぶつかっていった。予想をすり抜けた。石川くん、シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。翼くん、このパスをカットします。チャージが決まった。森上くん、激しいタックル。かわして振り切った。このクロスは通るか。このセンタリングをものにできるか。加藤くん、ボールはまだ生きている。このセンタリングをものにできるか。ゴール正面でこのシュートを打つ。キーパーをものともせずゴール。翼くん、ゴールを奪えないキーパーなんていない。翼、今のシュートが…翼、松山くん大丈夫だったか。翼、ありがとう。松山くん、礼には及ばないぜ。俺としたってなるだけベストの体調のお前を倒したいからな。追いつかれちまったか。なら同点さ。試合はこれから。これから。そうだよそうだよ。ああ、よし、行こう。チームメイトを信頼し、そして逆に信頼もされている松山くん。翼、俺たちだってあいつらに負けないくらいお前を信頼してるぜ。そうだよ翼、今の調子で行こうぜ。みんな、よし、残り時間、勝ち越し点を狙っていこう。ああ。みんな上がれ。なだれ作戦だ。ああ。なだれ攻撃だ。おっと、蔵の中、全員が前線に上がる。ここは抜かせません。雪軍で磨いてきた、これが俺の力だ。
決まった松山くんの血を吐い砂塵を撒き散らす豪快な北国シュート。雪国の軟弱なグラウンドで培った足腰だからこそ打てるシュートでしょう。よし決めたぞみんな。キャプテン、やられた。あれは波のキーパーじゃ防げないさ。俺たちキャプテンのロングシュートは無敵だ。大空翼のドライブシュートに匹敵するぐらいにね。あのシュートは相当訓練を重ねてきたな、松山君。松山君、よかった。行け。松山君、ボールダッシュ成功。体とぶつかっていった。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達に渡しません。南葛、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。翼君、渾身のシュート。このシュートを体で止めるつもりだ。ブロックを突き破りゴールへ。こぼれ球をものにした。パスを出します。ここでパスカット。いいわ、パスを回す。これは何の鬼のドリブルだ。行くぞ。ここからシュートに持っていく。ドライブシュート。よくここで鋭く反応。防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。翼くん、ボールを奪った。これを見ろ。一発のシュートでゴールを狙う。ドライブシュートだ。過去からシュートに向かって飛んだ。はあ、俺が必ず奪い取る。キープ力では負けんぞ翼。はっ、空空いけ。もう一度奪い返した。リザー君、激しいタックル。ここは好きにさせません。リザー君、激しいタックル。翼君、センターラインを越えて攻め込む。これは南米式のドリブルだ。翼くん、ボールは友達、渡しません。豪快のシュート。よくここで鋭く反応。懸命に勝ち出した。さあ、ここまでです。翼くん、一発のシュートを放った。ここだ。加藤くん、このシュートを正面から受け止める。翼くん、このシュートを決めて。これが俺たちの力だ。やあ、それ翼ごとぶつかっていった。ドリブルで突破。行くぜ。次々にかわしていく。横にかわして突破。行くぜ。これはごぼう抜きだ。横をすり抜けた。杉君、ゴール前に持ち込んだ。渾身のシュート。これを正面から抑えに行く。あっと、これを弾いた。杉君、ゴール前に上げた。このセンタリングをものにできるか。ここで早くも試合前半が終了。準決勝にふさわしい、誠によく金星の取れた両チームの対決は同点で折り返し、勝負は後半戦に委ねられます。よし、みんな汗を拭いて後半も頑張れ。はい。翼、まだいけるか。はい、大丈夫です。俺は負けんぞ。この日本では絶対に負けん。みんなの信頼に応えるためにも、昨日完成したドライブシュート、後半はこれで決める。翼は怪我を隠して戦ってるに違いないんだ。翼の分も俺たちでやるんだ。さあみんな、後半も気を引き締めていこう。今日勝たなければ明日もない。だから今日全力を出し切ってフラノを倒そう。
もちろんだ翼。俺たちも一戦一戦全力を尽くして戦うぜ。力を温存するなんてことは考えてないぜ。俺たちは負けるわけにはいかない。前人未到の全国制覇 V3 は俺たちの手で成し遂げるんだ。ああ翼のワンマンチームと言われてきた南葛、しかしそんなことは決してない。翼が怪我でいつものプレイができなくても、みんなでそれを補って助け合ってここまで勝ち進んできたんだ。そして翼もキャプテンとしてみんなの上に立ち、チームのために痛みをこらえ懸命にプレイをしている。わしは言えるぞ、この南葛こそまさに日本一のチームだ。昨年まで2度日本一の座に輝いたが、わしは今ほどこのチームの監督をやってよかったと思ったことはない。ベンチのわしは何もできん。みんなあと一息頑張れ。みんな後半もいつもの調子で粘っていけ。暑さなんかに負けるなよ。はい。よし行くぞみんな。明日のことなんか考えるな。後半も全力で戦うぞ。ああ、頑張れみんな。暑さに弱いだとか、試合の後半にバテるだとか、優勝を狙えるチームの出現は難しいだとか、いろいろ言われてきた北国チーム。でも見るがいい。連日の暑さの中、堂々準決勝まで勝ち進んできたこの連中を。松山以外目立った選手はいない。でもやればできるんだ。練習わしはみんなを支え、どんなに大変な怪我をしていても全力でプレイする翼くん。私には祈ることしかできない。これ以上フラノ中が負けたら私はすぐにアメリカに。でも今はそんなことよりみんなを勝たせたい。今日まで頑張ってきた松山くんたちに勝たせてあげたい。火花散る両チーム、両キャプテン同士の戦い、果たして後半どのような展開を見せるのか。みんな、向こうが全員攻撃で来るならこっちもフォワードからディフェンダーまで南葛の総力を上げて戦うぞ。ああ、こっちだって負けてないぜ。攻めるときも守るときも俺たちフラノは一心同体だ。イレブン全員で戦うぜ。なあみんな。ああ、負けんぞ翼。俺は負けないぞ松山くん。翼くん、おっとこのヒールリフトだ。松田くん、ゴールの狙いに届かない。翼くん、これは南米式のドリブルだ。このタックルは不発に奪います。これは南米式のドリブルだ。敵陣へ攻め込みます。翼くん、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達に渡しません。翼くん、のシュートでゴールを狙う。カズオ君、ゴール正面でこのシュートを迎え、パントキック、どこまで運べるか。マツダ、このボールをコントロール。横をすり抜けた。敵陣へ攻め込みます。伊沢君、敵陣を切り裂く。なんかもらったぜ。ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに行くか。ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。横をすり抜けた。チャージが決まった。いけ、あとドリブルを見送る。
翼くん、ボールは友達に渡しません。ゴール前に持ち込んだ。翼くん渾身のシュート。横取りで鋭く反応。加藤くん、これはキャッチできない。翼くんゴールを狙う。ここでコーナーキック。さあゴール前、このセンタリングをものにできるか。なんとかボールに食らいつく。これがネットに突き刺さる。翼くん、あれを決めなくちゃ男じゃない。翼、ここだ。やっぱり南葛は強い。チームとしてもしっかりまとまっている。チームワークでも勝てないのか。どうしたみんな、何弱気になってるんだ。まだ時間はあるじゃないか。キャプテン、さあ行くぞ。試合はこれからだ。あ、はい。行くぞ南葛。それマッキオ君、荒橋のごとくドリブル。ここからチャンスを作れる。イーグルショット。さあゴールと松の勝負。ゴールは奪わせません。ここはパスを出した小田くん、ここは抜かせません。ボール奪取成功。体ごとぶつかっていった。キャプテンばかりに頼っちゃダメだ。俺たちだけで得点するんだ。伊沢くん、素早く横にかわす。かわして振り切った。翼くん、ボールは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。翼くん、渾身のシュート。加藤くん、横に飛んだ。これはキャッチできない。パスが飛んだ。チャージが決まった。これは通るか。逆サイドにボールを振る。加藤くん、ボールはまだ生きている。これはゴールラインを割ります。倉野、ゴールキックで仕切り直します。長いパスが通った。小田くん、横にかわして取った。かわして振り回った。小田くん、それ激しいタックル。横をすり抜けた。俺が翼に勝てば流れが倉野に来る。松山君に勝って南葛ペースにするんだ。これを弾いた。時計はすでに後半の15分を過ぎています。激闘の決着まで残すところわずか。松山君、激しいタックル。チャージが決まった。翼、松田君、ボールを奪うことができません。小田くん、ボールを狙うも届かない。いけ、ゴールダッシュ成功。高杉くん、横にかわして突破。止められない。素早く横に突破。かわして振り切った。これはごぼう抜きだ。松山くん、スライディングでカット。倉野、これはチーム全員で相手ゴールを目指すなだれ攻撃だ。キャプテン、もう残り時間も少ない。なんくそ、センターフォワードの俺が。も、小田は確か旭川の高校へ、え、山室は農業系の高校へ、機械いじりの好きな若松は工業高校へ、近藤は中学を出た後じ、キャプテン、この大会が始まる前俺思ったんだ。俺たち小学校の時から、でも負けたらだから俺たちの今までやってきたすべ、キャプテン、スローインでのリスタート。荒橋のようなドリブル。素早く横にかわす。かわして振り切った。松山くん、素早く横にかわす。キープらしい突破だ。ここだ。これはイーグルショットだ。豪快なシュートだ。森崎くん、
このシュートを正面から受け止める。渡辺君ボールダンク決める。ここから打ってきた。おっと攻守交代だ。もらった。体ごとぶつかっていった。三沢君素早く横にかわす。なんかここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。行くぞ翼くん。必殺シュートを放った。このボールに飛びつく加藤くん。これはキャッチできない。それ山田くん激しいタックル。センターラインを越えて攻め込む。次にパスを回す。カギセンタリングを上げた。ここだ杉君。ここだ。センタリングに合わせる。あっと必死にゴールを守った。絶妙なインターセプト。クラモここから柴田を捨てて中杉君タックルを決めた。それこれを見ろ。柴田君シュートを放った。引き飛ばされた。あっと必死にゴールを守った。さあゴールを奪った。スギ君ここは抜かせません。ゴールを狙う。ゴール。スギ君長距離砲でゴールを射抜く。どうだ見たか。ここだ。それドリブルで突破。翼これが最後だ。松山君俺は負けん。勝負だ。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達渡しません。翼君これは南米式のドリブルだ。行くぞ。豪快にシュート。ドライブシュートだ。これはおはずのドライブシュートだ。体ごとボールにぶつかっていく。ボールの勢いを止められない。加藤君ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。おっと攻守交代だ。翼くん得意のヒールリフトで抜いた。あっと奪い返した。近藤くん左へアッと。松崎くんここは抜かせません。横をすり抜けた。そら杉くんここはパスを出した。松田くんこのスライディングが決まった。長野くんここは抜かせません。山村くんボールを。ここで試合終了の笛だ。南葛前陣に押した翼。勝者が倒れちゃしょうがないぜ。松山君。しかし翼、お前という男は本当にすごい男だぜ。こんなにボロボロなくせにあれだけの力が出せるんだからな。松山君、お前と全力で戦えたこと誇りに思うぜ。明日の決勝も負けるんじゃねえぞ。さあ立てみんな。今まで応援してくれたスタンドのみんなに最後の挨拶だ。キャプテンみんな整列だ。応援団のみんなありがとうございました。ありがとうございました。よくやったぞ浦田。敗れてもお前たちのチームワークは日本一だぞ。健闘むなしく敗れ去った富良野の選手が今応援団に挨拶です。しかしここまで
本当によく戦いました。雪国の爽やかな選手たち、クラノイレブン。松山ひかる、敗れたとはいえお前は立派な男だ。俺たちのサッカーは終わった。マネージャー、せっかくハチマキ作ってくれたのにごめんな。勝てなかったよ。これはハチマキの端っこにこんな小さく、しかも目立たないように。どうしたんですキャプテン。キャプテン、監督、マネージャーは。マネージャーならついさっきお母さんが迎えに来て出て行ったぞ。マネージャー、今日これからすぐにお父さんのいるアメリカに立つんだそうだな。お前たち随分世話になっただろう。だから戻ってきたら挨拶させようと思ったんだが。おい松山、車はきっとまだどこかに。あの車か。藤沢、くそこの刺繍、藤沢。 I love you よしこ。松山君、やっぱり最後にちゃんと。でも、もう。藤沢、え、どうやら間に合ったみたいだな。どうして。お前が車で行った後、サッカー協会の人が車で送ってくれたんだよ。できるだけスピードを出してもらってさ。松山君、松山君、足から血が。え、ちょっと待って。ああいいよ、ハンカチが汚れちまう。ダメよ、だってこんなに血が。こうやって傷の手当てしてもらうの、これが最後だ。松山君はいつも無茶なプレーするから一番怪我が多かった。思い切ったプレーと言ってほしいな。はい、こうやってしばらく押さえといて。サンキューマネージャー。どうしたんだよ。だってこんなところに急に現れるから。なんだよ、お前がいけないんだぜ。サッカー場の前からタクシーを追いかけて藤沢って呼んだのに、気がつかずにそのまま行っちまうから。この傷だってその時アスファルトにつまずいてさ。おい泣くなよ。だって泣くなってば、涙拭けないじゃないか。お前のハンカチ。松山君、元気で行ってこいよな。このハチマキ、お前との記念に大事に取っておく。遅いなキャプテン、どこまで行ったんだろう。まさか空港まで追いかけて行ったんじゃ。でもそんなお金持ってないだろ。なんだこの番号、どこからだ。はい、もしもし。監督、
松山。すみません監督、今空港なんですけど。お前本当に空港まで？これからサッカー協会の人に送ってもらいますので、宿舎に戻っていてください。よし、わかった。キャプテン、空港まで行ったのか。まあ、諦めないってのはキャプテンらしいといえばらしいな。そういえば藤沢がキャプテンをってのはなんとなく察してたけど、キャプテンは藤沢をどう思ってたんだろうな。これは帰ってきたら質問攻めだな。ほどほどにしておいてやれよ。まったく、あれほど言ったのに無理をしよって。明日の試合に出れなくて。でも絶対に勝って。本当に今日勝てたのは先生のおかげです。先生の治療と。先生そんなもの書いた。ああまあな。先生、ここに必勝って書いてくれませんか。俺は今日の試合必ず勝たなくてはならないんです。勝ってヒューガ君との決着。しかし東方のヒューガはこのと。ええ、でもヒューガ君は必ず俺の日本での最大のライバルはヒュー。そしてこれがヒューガ君と。先生、うん、明日の決勝戦、無理だと言っても俺は出ますから。明日の朝スタジアムで治療するの。こんばんは。わし、はい。決勝は予想通り南葛対東方、大空翼対日向子。しかし気がかりなのは日向だ。出たとしても大空翼に比べてはっきり言ってこの2年日向の伸びは期待に反して少なかった。小学生の大会、あの燃えるような闘志で翼、美咲、若林を。しかし中学に進んでからは日本のサッカーのブラジルへ旅立つ。その翼の日向。わし宛ての、これは。前略、東方学園監督、この度はお願い北爪監督、どうか日向小次郎を決勝戦で使ってやってください。己を鍛え直すために沖縄に来いと日向キャプテンとして、大事な時期に無断でチームを離れた責任は確かに。しかしそれは自分を強くするだ。どうか今度だけはサッカーに対する情熱ゆえの行動と思い。監督、話が。なんだ。これはみんなで話し合って出した東方サッカー部全員の意見です。そのつもりで聞いてください。明日の決勝、ヒューガキャプテンを試合に。この意見が取り入れてもらえないのなら、俺たちは明日の決勝戦出場をボイコットします。キャプテン、ヒューガさん。監督、本当はこんな真似死んでもしたくねえ。でもキャプテン、お願いします。どうか俺を試合に出してください。キラ監督の指摘で俺は自分の甘さに気づいた。だから俺は沖縄へ行き、俺を鍛え直してくれた。何が何でも決勝に出なきゃなら。監督、僕たちからもお願いです。キャプテンは確かに無断でチームを抜けました。でもそれは明日のために、打倒南葛のために。お願いします。キャプテンを出す。お前ら、え、
ヒューガ、この東邦はお前がいなくても全国大会の決勝まで勝ち上がってきた。監督、それは？その原動力となったのはフォワードの反町、ミッドフィルダーの沢田、ゴールキーパーの若島津だ。ヒューガ、もしこの3人からゴールを割ることができればお前を試合に出そう。そのことは二言はありません。ただしこの3人がお前を試合に出させたいために手を抜いた場合、出場は認めん。わしの目はごまかせんからな。いいな、反町、沢田、若島津。は、はい、はい。準備はできたか？はい。笛を吹け。確かに監督の目はごまかせない。ヒューガさん、全力で行きます。俺は試合に出る。え？このタイガーショットで翼を倒すんだ。これは何？